はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は5月後半のタロットリーディングをさせていただきます。もちろん星の話も解説したり、最後にオラクルカードも引きますので、ぜひ最後までご覧ください。それから6月9日に占星術&スーフィ術フェスというものに参加させていただくことになりました。こちら全く初めての方でも、占星術が全く初めての方でも、ちょっとした情報でね、たくさん自分のことが知れるよということで、いろんな体感ワークもやらせていただきますので、ご興味ある方はぜひ概要欄から詳細のプログラムをご覧ください。オンラインでも受付していますし、当日会場にお越しいただける方はぜひ会場で一緒に講座を受けていただけたら嬉しいです。はい、ということで、では5月後半いきますね。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンド8、ワンド7の逆、ソードキング、吊るし人逆、カップ8の逆、ソードナイト逆、カップページ逆、気をつけることや対策はワンド3の逆とワンドページ逆とオラクルラー、はい、お月さんの逆ですね。なるほど。はい、まずちょっと星の話をさせていただきたいんですが、5月20日以降ですね、少し空気感が変わってきます。で、特に5月23日の満月っていうのは、射手座で起こる満月なので、この満月自体はね、何かが膨らんでいくとか発展していくとか、そういう体感を得られる方も多いと思うんですが、もともと5月自体がそういう発展運の強い時なので、こう動いていくとか何かが盛り上がるっていう強い運であればあるほど、やはり自分自身がしっかりしてないと飲まれてしまうって、運勢に飲まれてしまう、翻弄されてしまうみたいな形になるので、その5月23日の射手座のエネルギーって、そういう自分の中に芽生えてる可能性と、本当に自分が願っていることや自分の今の自分っていうものをしっかりと認識しなければいけないみたいな形で、ちょっとこうグッと落ち着くみたいなエネルギーとして使ってほしいなと思うんですね。そうすることによって、自分がぐっと、ある意味しゃがむというか、しっかりすることによっていくらでもジャンプできるとか、いくらでも放てるみたいな形になります。こう上だけでこう空想して、こうなったらいいなっていうだけで ふわふわっと飛んでいくのではなく、ぐっと自分をしっかり保つっていうことが大事な時だなと思いますし、またその先ほど言った5月20日以降、流れがねちょっと変わってくるっていうのは、すごく自分自身の内側で感じていること、起こっていることっていうものにキャッチしやすくなるんですね。で、これとてもいいことだと思います。その無意識の状態を整えていくような流れになってくるんですね。で、例えばですが、けれども家の中、よく言われているのが、家の中がごちゃごちゃしてると意識もごちゃごちゃしてるよとか言われるじゃないですか。無意識的に過ごしてる空間と、自分の心の中の状態って結構似てるよって言われてるんですけども、そこから意識的にその家を整理しようとか、自分が心地よく過ごせる空間を作ろうとか、もしくはこう物質的な空間じゃなくても心の中の空間をきれいにしようということで、心をクレンジングしていくみたいな、そういう動きもあるんじゃないかなって思うんですね。で、5月24日以降っていうのは、またその喜びとか愛情とか優しさっていう、その金星も自分の家の中に入ってくるよとか、心の中に入ってくるよっていうのがあるので、ちょっと優しい気持ちになったり、今までこだわっていたものをちょっと溶けるような感じになったり、自分を認められるような感覚がしたり、落ち着くなっていうような流れになってきやすいです。そして5月26日以降っていうのは、今年の後半のねテーマである木星が双子座に入るっていうのがいよいよ入ってくるので、もう、26日ほぼ月末ですけども、ここから本当に自分の気持ちが落ち着いてくるんだなとか、自分の居場所を確立していくんだなとか、やっとこう定着していくんだなっていう感覚があります。こうどこに収めようみたいな、ちょっと漂流していた感覚から、あ、ここが自分の帰る場所だとか、ここが自分の居場所だみたいなものを今年の後半をかけてね作っていくっていうのがあるので、その入り口がこの5月20日以降始まるよっていう感じで思っておいてください。で、それを踏まえた上でこのカードを見た時に、まず一つ言われているのは、今心配していること、いや今モヤモヤしていること、どうなるのかなこれって思っていることに関しては、モヤモヤが晴れますよっていうふうに言われています。
心配することないんですよって、そんな怖いことは起こらないですから大丈夫ですよみたいに、こうモヤモヤ感がなくなっていく、これはとっても星の動きと一致していると思います。こう自分の心の中を整理していくとか、心の中のスペースをね、きれいにしていくっていうクレンジングの期間になるので、なんとなくモヤーンとしてたものがだんだんこう霧が晴れてくる、すっきりしてくるっていう流れがあると思います。そしてなんかね、早くこの状況から抜け出したいっていう思いがあるかもしれないですね。でもご自身の頭で考えているスピード感や状況の変化と、宇宙が与えてくれている、提供してくれている流れの変化っていうのは、ちょっと違うのかなっていう感じがあり、その宇宙的にはこれでもすごい勢いで変化してるんですっていうことかもしれないし、自分はもっと早く良くなりたいとかね、もっと早くって思うかもしれないんですけど、今で十分速いスピードなんですっていう感じもします。それもう一つは何かがね、このちょうどこの、ね、5月の前半あたりっていうのはいろいろ情報がたくさんあったりとか、人とのコミュニケーションが多かったりとかっていうことで、ちょっと世話しなかったかなって感じがするんですね。ですので少しそこからは落ち着いていく流れになります。でもう一つ大事なこととして言われているのが、なんとなく自分が受動的だったというか、受け身だった感じがするんですね。今こんだけ大変だしとか、状況は目まぐるしく動いてるしとか、こう状況がはっきりしない限り自分のこう持っていき方もはっきりしないしみたいな形で、ちょっと受け身だった感じがあるんです。でそれはなんとなく自分の立場が悪いとか、不利だからとか、下手に動かない方が傷が少ないみたいな感覚からそうしていたのかなという感じで、非常に気の抜けない感覚だったのかなと思うんですけど、やっとねそこから自分で何かを動かしていくみたいな形になってくるなと思うんです。でそれはなぜかというと、動きたいけど動けないってい こう今の状況の中で、変えたいけど変えられないんだとか、そういった状況の中でこそ気づいたことがありますよねとか、その中でこそ分かったことがありますよねっていうことをもう一度しっかりと確かめることによって、その本当の落ち着きとか本当の場所に帰っていくっていう流れが始まるので、今のこの2週間の流れっていうのは、その中で自分の中でその気づきが起こる、もしくはあこれでよかったんだとか、あこれが正解なんだみたいな、そういった気づきが自分の中で起こってくるよっていうことなんで、その気づきが起こるまではどちらかというとちょっと不具合な状況だったりとか、あんまり自分にとってはね好ましくない状況っていうのがあるかもしれませんが、本当にその状況だから、その状況でしか考えられないこと、感じられないことがあると思うので、それをぜひキャッチしてくださいね。で、その後、その感覚を得た後っていうのは、穏やかにシフトチェンジしていくっていうのがあるので、やはり5月20日以降、少し変わってくるのかなと思いますし、何かね、動こうみたいな、やろうとか、動こうみたいな形で、自分からやっていこうっていうような、バイタリティが湧いてくると思いますね。でちょうど今その火星というバイタリティも自分の価値を構築していくよというところにあるので、中には稼ぐぞっていう感じの方もいらっしゃると思いますし、やっぱりこうしよう、私から動こうとか、私から声をかけようっていう形でこう、ね、受け身だったのがすごく能動的に変わってくるっていう、すごくいい感じがありますね。でも全然そこまで焦ってなくて、こう自分が投げかけたことに対しての答えっていうものをしっかりとゆっくり待ってるって感じもありますし、相手の反応も悪くないなって感じがします。反応がありますね。ちゃんとなんか自分が100の何かアピールだったりとか、100の申し出をした時に100返ってくるかってそうではないんですけども、確実に何かその思いっていうのは響いて何かが生まれ始めるみたいな感じがあるので、この変化とても魚座の皆さんにとって大きいと思うんですね。なのでとてもいい落ち着きを見せる2週間だなっていう感じがしました。そして対策としては、バンドの3の逆だったりバンドのページの逆が出てるので、やはり何かね、慎重にここから進めていこうとか、具体的に何かを動かしていこうみたいな流れがあります。でそれがあくまでもまだはっきりしてなかったとしてもいいです。いいですっていうのは、はっきりしてなければいけないことではないので、こうかな、ああかなっていう、あくまでも可能性の段階でもいいという感じで言われています。
まだその世界ははっきり見えてませんよっていうふうに言われているので、周りの人や、まあ、もしね身近に相談できる方がいらっしゃれば、あの相談してみたり、他の人の意見も聞いてみたりしながら、あの本当の豊かさの方に向かっていってほしいなって感じがします。とてもいいですね。なんかね、こうどうしようもなくて動けないっていう状況ではないっていう感じで、まあ、今まだ動けないって思ってらっしゃる方も多いかもしれないですけれども、そのモヤモヤが晴れてくる、心の中、心の中がすっきりしてきたりとか、その自分の心の中にちゃんとしたスペースができてくると、やっぱり人ってやろうっていうね、何か積極で動こうみたいな、何か生まれる感じがするので、それがどれだけまだ曖昧であったとしても、あのはっきりしてなくても、たとえそれが3日でやめることになったとしても全然いいので、自分から何か生み出していくっていう感じです。でもこの一歩っていうのはすごく大きな一歩で、外側の世界に影響を及ぼすっていうことではなく、自分の中でなんか方向性がカチッと変わるみたいな感じなんですよね。うん、いい変換ですよ、これは。とてもね、そんな感じがしました。はい、あのずっと もやもやしていたことから、あの本当に自分が進みたい道の方にちゃんと道が開かれていくし、バランスを取れてやっていくよっていう形で出ていますね。いいですね。まあ、一番言われているのはその内なる変化、内なる方向性の変化なんですけれども、まあ、これをもし例えばビジネスとかで言うならば、もっと早く展開したいという思いはありますけれども、あのなんかのれんに腕押しみたいな感じで、ちょっと動きが悪かったりとか、相手の反応悪かったのかなっていうのもありますが、もっと考えて、もっと相手のためになることを考えて提案していくと、まあ、ちょっと動き出すっていう感じもあります。そうですね。まあそうね、それと、まあ、人間関係に関しても、その何かモヤモヤしてること、相手に嫌われてるんじゃないかとかって、そういうのって本当全く不要なので、相手に嫌われてるとか好かれてるっていうのはもう単なる感覚のものであって、自分の主観ですよね。それはもう置いといたとして、自分自身のハートや心がどのような状態かって言った時に、なんだよみたいな、こうちょっと不満があり、不満を持って状況になんか受け身でいるというよりは、あ、自分から変えていけるんだっていうふうになる、この一歩ってめちゃくちゃ大きいので、あのそれが起こるっていうことは本当に素晴らしいことだなと思います。まあ、これも、5月の発展運の一つだと思うんですね。自分の心の中で大きな発展をする、大きな一歩を生み出せるっていうのもすごく大きいことだと思います。なのでそれがね、まあ、23日をピークになんか起こるのかなって感じがしました。まあ、ちょっとこの状況を皆さんの中でね、あの皆さんの状況に当てはめて考えてみてくださいね。最後にちょっとオラクルカードも引いてみたいと思います。はい、セブンチャクラということで、どうですかこのカード、このカードを見て何か感じるものがあれば、ぜひご自身へのメッセージだと思って、あの受け取ってください。で、何を感じたかもね、コメントで教えていただけると嬉しいです。あなたにはパワーがあるよって言われてる気がします。トゥルースとかコネクションということで、あの本当の自分自身とつながれば、なんていうのかな、自分にしか起こせないことを起こすっていうか、それしかできないみたいな感じがあり、要するに本来の自分っていうのは非常に統合された、あのいいバランスの取れた一つの存在なんですけれども、余計な想念とか防衛でそれを曇らせているとしたら、そこに気がついて一つ外していくんだなって、心 あのクレンジングをしていくんだなって感じがします。そして本当の自分のパワーっていうものにつながっていけるんだなって感じがしました。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。次回また5月の末ぐらいに次の動画をアップします。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ心が爽やかになる素敵な時間をお過ごしください。今回も最後までありがとうございます。失礼します。